ウェリー、シャワーウェリーだって。お風呂に入れんじゃん。うん、これこれ結構すごくない？へー、プリンだね。え、どういうこと？しーちゃん触ってごらん。え、これ触っていいの？いいんだよ。これだって、これ洗うんだよ。わぁ、すごい。だって体に丸ごと直接滑らせるか、適量通りスポンジでよく泡立てて汚れとなじませ洗い流してくださいって書いてあるの。ボディーソープだこれ。ボディーソープ、ソープなのこれ。ボディーソープって書いてある。黄金の眠り。ジャリミ、これお風呂でこれをこうやって体にこうやってこうやってやるんだ。塗るの？ブニブニは。ああ、すごいね。いろんなのがあるんだね。使ったことがありますか？あ、ないです。こっち洗ってみません？え、やってみ、え、洗えるんですか？こっちがいいですか？あ、なんか、あ、わかりました。はい。じゃあ濡らしちゃって大丈夫。濡らしてジャブー濡らして、でそのままちょっとゼリー持ち上げて、なんでなんで泡立ちませんか。え、すごい。え、これは石鹸です。石鹸なんです。そう、体と髪の毛両方洗います。ボディソープです。体と髪の毛両方洗います。すごい、すごい。どうだ、こうやってお手手さ、ちょっと一回ゼリーこうやってお手手こうやってさ、でちょっと下にやって、このまま、気持ちいいの？気持ちよく、私は大丈夫ですか？ちょっと右手を差し、すいません、ちょっと引っ張れる。はい、ブルーで大丈夫でしょうか？こ、はい、のまま。何これ？海藻、海藻、寒天で固めてて、触るとこんな感じで。怖っ。はい、怖っ。怖っ。海藻でしっかりと。触って。すごい。じゃあ、ある程度洗い終わって、お姉ちゃんもこうやってお手手まっすぐやってみてください。ちょっとね、よいしょ。わあ、すごい。大丈夫？大丈夫？大丈夫です。デニムが、デニムが濡れちゃいました。大丈夫ですか？デニムが。あ、大丈夫です。大丈夫ですか？で、このままそう。で、少し泡立って、じゃあ十分泡立っているから、軽くそのままここで容器を戻します。で、明日も使ってください。なるほど。OK。はい、じゃあそのままゴシゴシしましょう。だんだん小さくなってくる。そうなんですよ。あ、そうです、そうです。で、もう手でちぎれるぐらい柔らかいんで、でちぎっちゃってもいいですし、冷やしてから使うと、ひんやりとしたゼリーになっていきます。すごい。冷やしたら気持ちいいんで。そう、カチカチになんなくって、冷たいまま洗えるので、ちょっと、今日から晴れてきて、これから暑くなった時期とかはいいです。じゃあ私、お湯やります。で、流しましょう。これ、泡立つね。うん、泡立ちは、で、お姉ちゃんはブルーだったよね。例えばライムやグレープフルーツ、あと蜂蜜が入ってます。しっかりと潤いも与えます。お客様のオレンジのものはラベンダーやカモミール、お花の香り、ちょっとお肌が敏感になりがちな時に炎症を落ち着かせてくれるので、日焼けして赤みが出ちゃったとか。ちっちゃい、これもそうですよね。それ大丈夫だ。これちっちゃいの1個ずつにする。お風呂でみんなあまり大きいと用途なっちゃう。確かに。ちょっと水気入ると溶けやすいので、水切って容器に置いてください。はい、ありがとうございます。はい、あ、冷た。カチカチにならないので、すごい。なんか、ほてった時とか、あと汗かいて暑いみたいな時は、こうやってやりながら。意味触った？髪よりは近いんですか？と高速で。はい。はい。ありがとうございます。すごい、なんか チーズケーキ。これが見本？うん。これ見本？何これ？シャンプー。シャンプーなんですよ。シャンプーで泡立たずにオイルで頭皮をマッサージしながら汚れを浮かして落とせるようなシャンプーなんです。へー、すごい。で、まん丸がもちろんクッキーみたいに置いてあるのが泡立つシャンプー。へー。なんかが入ってる。
そう、あのレモンの輪切りが入っていたりとか、ーコーヒー豆が入っていたり、すごい水色の海苔、海藻が入ってます。すごい、いい匂いね。ソラーシャンプーとかでもいい匂い。あ、そうそう、リミ10歩も行くの。リミが先だよ。パパは回って。リミ10歩だ。プラスチャプラ1000円払う。次リミ。それこそ。リミはカラオケでストレス発散1000円払う。ゴルフでホールインワン5万ドルもらう。同じだね。カラオケでストレス発散1000ドル払う。10だって。はい、お母さん。マキロイピー。キロコハイ。5万ドルもらう。イエイ。9、1、2、3、4、5。お任せでヘアカットして4000ドル払う。大事いっぱいだって。こんな髪の毛。いいや。婚約指輪を買う、2万ドル払う。婚約指輪って、結婚指輪だ。話題の映画お金が、お金減るだけだね、増えない。宇宙人から贈り物をもらった。やっとお金もらったね。え、2万8000円もらう。宇宙人がお金くれたって。リミはやっとじゃないよ。あ、そっか。1、2、3、4、5、6、7、同じだ。やっともらえた。いいよ。あ、もうゴールじゃん。1、風水を取り入れて運気上昇、5000円もらう。イエイ。ママ、ぴったり。町工場の世界人に出資し13万ドル払う。あれが元々いくら持ってたんだ。人工知能で資産運用10万ドルもらう。イエーイ。1、はい、ゴール。ダメだ、客層ダメだよ。どうした、買ってきた、買ってきた、やってきた、一番くじやってきた。うん、私がこのタオルだったんだけどね、うん、リミがね、うん、なんとね、うん、なんとね、うん、じゃじゃーん。おー、そうそう、これこれ、かわいいやつ当ててくれたの、リミが。すごいじゃん、よかったね。本日セットではないかったけど。ん、本日セットではない。あー、本日セットじゃなかったけどね。やったー、やったじゃん。ちょちょちょ、近い近い近い、よかったね。そう、このコップかわいいなと思ってたんだよね、ミクセットね、よかったね。しょうちゃんの、あ、しょうちゃんタオルだったんだ。あ、これにしたの、やっぱりでっかいの。これと迷ったんだけど、大きいから。これ汗拭きタオルにね、これからなんですね。これにしたの。うん、よかったね。でね、着れなかったからなんかレールキッチっぽいの。うん、かっこ。え？もらえなかったから。まあでも買ってきてくれるんでしょ。うん、買ったの。あ、そうなの。じゃあリミ書いてくる。あ、そっか。あ、登ってきた。あ、来たね。じゃあ、よかったね、じゃあね。使い湯。うん。使い湯。使います。はい、使います。使います。
組ペア。サンディー